てるって参考。うまい、うまい。僕が、ね、僕って。75%はやれんだろう。10万回レバー叩いたら7万5000回当たるか。7万5000回も当たっちゃうか。7万5000回も当たるっていうのは相当ですよ。言っときますけど。そうでしょ。外す気にしないで。あーダメだー、ダメだー。ああやってらんねえよマジで。なんだよ、散々とね。ああもう台無しだよ。ふっ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 、ああもうほんと、もうほんとにダメなんだ。ちょっと分かった、あった、もう分かったよ。もうお前には期待しない。俺が初当たり引きゃいいんだな。そうじゃない、もうちょっとあの大きい思い出してたらもう、ああついてくれた、よかった。31、お前、俺止めさせろよ。お願い、愛してます、愛してます。グーパン出る直前なんだよ。終わるっていうオカルトがありますんでね。抜けてんだったら抜けてるで、初当たりを引くイメージね。
よし。No. Yes, I do. Thank you. Let's go.ここだよな。ここで安心しちゃダメだからな。あとは5回ビップ引かなきゃダメだから。スイカ解除とスイカ解除、あとビップ中ボーナス中のスイカチェリーあたり入れてないので、そろそろそれに助けてほしい。ビッグ5回のバケ1回。まあ天国抜けた後テンパ10回2回ぐらいの割合で膨らみ締めていくんですよね。その場合はあの旗当たり確率が朝一の3分の1に同様、100分の1から130分の1、かつ最大点数200点ということになりますから、まあ旗当たりが拾いやすい。だから多いのは32ゲームやめの次に多いのが200ゲームやめって方は多いです。で仮に引き戻し目で行ってた場合というのは、引き戻せれば8分の1から4分の1で天国復帰しますので、で予想は5だな。今日のことだから引き戻しの全体3分の5、6分がやばいそうですから、やっぱ息が長いですよね、ちゃんが。だから3号メインです。オール3号なんていう可能性がありますよね。オールメンパーって聞きたいですね。なあ、早い発当たり引けるとだいぶ助かってたけどな。前のめりになれるんだけど、500とかハマっちゃうとガクーンってきちゃうんだよね。Oh my sweet honey. Oh yes. Oh yes. Oh yes. あたり、ね、はい、この台が仮に設定3、設定5とした場合、まあ、6分の1、3で 15%、5で 18% 天国飛びますので、そろそろ優等生的なモード移行してもいいっしょ、ね、いや、はるちゃん、ごめん、名前間違えた、はなちゃん花ちゃん優等生だから大丈夫だよ、大丈夫。ごめんね、今名前間違えちゃったね、ほんとごめんね。まだほら出会って一瞬なんじゃん。あそこ一番間違えちゃいけないとこだ。あーそっか、そうだね、間違えてちょっとご機嫌斜めになっちゃったね。ごめんね、ほんとごめんね。花ちゃんか、いい名前だね。俺はるちゃんの方がいいと思うけど、まだ花ちゃん本気出してないからね。なんせほらほらスイカ解除もしてないし、スイカもこぼしちゃったりしてるけど、ほらね、ジェニー解除なんかしてないし、花ちゃんの花ちゃんらしいとこまだ見れてないからさ、そうですね。行かれたね。おじさんが綺麗にしたいから、ね、こういうとこ吹かれたことないだろう。いつもここ吹かれるんだろう。そうじゃねえんだよな、こういうとこだよな。なこのスピーカーのとことか、ほら皆さん煙吐いてるから、僕はアイコスだから水蒸気だけどね、やっぱり煙とか黄ばんじゃうからね、せっかく白い
衣装を着させてもらってんだけどね。僕アイコスだから水蒸気だからね、壁とか汚れないからね、アイコスはね。ここ、ね、とかよくみんな触るから手垢とかついてるからね。あとここね、ここに溜まるから、ほら、ね、あとこのパネルは大事だよね、パネルね。はい、これ気持ちよくなったね。あー、こことかもね、はい、あと、際の部分ね、はい、この数字出るところからね。よし、これでいいかな。花ちゃん、これでいいかな。どう？あ、あと大事なとこ忘れてたよ、レバー忘れてたね。レバーね、レバー、はい、何やろ、ね、ほら、わかる？少し輝いてるのわかる？台が、わかる？いいぜ、いつでもいいぜ、準備完了だぜ。あー、300ドルを超えてしまいました。300ドルを超えると個人的にはいつまでいくかわからないようになっちゃう。おう、333。左、惜しい。左、そろそろ優等生的なモードにもしてもらいましょう、花ちゃん。3だったら 15% でいくわけだよ。 15% か、分数だともう飛んでたりするんだよね。ここね、だからもう奇数でいいと思いますね。高槻は奇数でいいと。まあ6もあるんでしょうけど、あれ、あ、イエス、イエス、スイカから4分の1のピックですからね。4分の1のピックですよ。左、これでバケ3連目だから、もうそろそろ優等生的な、いや、そうじゃなくて何でもいいから動けよ。75% だな。
はやってくんないか。イエス、ダンク。めっちゃ遅れたよ。予告音遅れからの花ちゃんけん。2ゲームキックからの1ゲーム連でございます。あと5回、あと5回ビッグをしてば余裕で勝ってます。連チャン中の賭けは終わるっていうカルトがありますので、であるなら初当たりを引く気持ちで、よしよし